がとうございます。おきに。コツールしてるの。なんか結婚してくれますかって言ったらごめんってめっちゃ言われた。なんで。続いてマー君5枚ありがとう。ハッピーバースデーなんだよね明日。ハピバあ、なるほどね。明日お別れしたくないから今日結婚しないよってこと。5枚も買ったの。すごいね。すごいね。ありがとうございます。誕生日なので結婚しようね。ありがとうございます。5枚ありがとう。絶対言われると思った。結婚しようねって絶対言われると思いました。もう知ってます。さっき小型ペンギンさんっていう単語をリコチから聞こえたんですよ。でも多分聞き間違いだと思う。今回あの何かしら書いてるんですよ裏に。さっきね一個ね反の人に見せたんやけどね、なめくじじゃんって言われたやつを見せるね。鹿、これ鹿見せたら舐めくじじゃんって言われました。なんか謎のイラストがたまに入ってる。楽しみにしててください。イラストが当たった人にはあのイラストは見せるね。今混ぜ中。なめくじじゃないって。鹿だって。鹿だよ。鹿でしかなくない。鹿でしかない。私めっちゃダジャレ連発してるみたいな。違う。よし、OK、混ぜた。でも可愛いやつもちゃんとある。次、十前さん、ありがとう。
チズム。あ。あ。シマウマ。これはひどいね。これはちょっとやばいわ。これごめん。ありがとう。これひどいね。本当にひどい。キマルサーさん、3枚ありがとう。ちゃんと書いとるけ大丈夫。未確認生物じゃない。みちゅに結婚してって言われたんです。いいよって言った。3枚ありがとう。久しぶりありがとう。犬、え、かわいい、かわいくない？イエーイ、ありがとう。3枚。犬はかわいい。次、ともやす、ありがとう。ありがとう、ともやすくん。わいがあげた犬にそっくり。あ、そうそう、それ見ながら書いた。ありがとう。カホにしますって、やった。ありがとう。それは嬉しい。次、辻。辻2枚。辻。ありがとう。2枚。ありがとう。フルネーム。みんな覚えてください。ありがとう、いかんの。本名、そうだよ、本名。ちゃんとショールームで晒してもいいですかっていう許可を取って、いや、ええけど誰が得するんって言ってた。ただ私が面白がってるだけ。もう知ってた。あの、来金のチャットで一回送った。次、ルンペイさん。これ何、これ怖いんだけど。
これコアラなんほんまに。コアラ出ました、ありがとうございます。絶対コアラじゃないでもない、いやいやいや、めっちゃ一生懸命書いてるけん。次ティータンありがとう。呪いがそんなじゃない、そんなじゃない。本日メルトあります、よかった、ようこそ。ありがとう。え、朝の天、え、違う違う、さっき書いた。からまあ午前中から午後にかけてって感じ。ごく、ま、普通のテンションで書いてるから。これチャーハン定食さん3枚、ありがとう。服かわいい、ありがとう。今日はみんなの花嫁なんだけど、めっちゃ振られます。なんでだ、推しメンのさお話し会に行って、なんで私が振られるんやろ。前歯の面倒は見切れませんって言われました。ありがとうございます。あ、でも逆に家事全部やるよって言ってくれる人もいたの。あと既婚者だからなって言ってる人もいた。勝ち組の発言してる人がいました。いや、まあ結婚することが勝ちかどうか分からんけど、すごいまあ俺結婚してるしみたいな感じで言われた。3枚ありがとう。お前は今日だけもないんかい。ないやろ。ないやろ。チャーハン定食さん3枚ありがとう。たくさんありがとうございます。なんかもう前歯は本当にもう寝てゲームしてればいいからって言ってくれる人もいたし、前歯の面倒は見切れないって言っている人もいたし、ちょっと面白かった。もちろん電気屋さん2枚、ありがとうございます。掃除も洗濯も全部するなので、マジで今日だけお願いします。じゃあ出た、豚です、やったね。大外れな感じで絵描いたんですけど、なんか当たりみたいな紹介の仕方してるな。ありがとう。私は絵心ないからね、
マヤさんに絵描かせたらこうなる。でなんか最初に描いた時からなんか違うなって思ってたんだけど、でもなんかまあもう描き始めちゃったからしょうがないと思ってやり遂げようって思って荻野ゆかなさん、さっき荻野ゆかなさんに見せたの鹿を。したらナメクジじゃん。でも荻野ゆかなさんはあの絵が上手なんです。 ありがとうなるちゃん。たい焼き今度ポチャッコ描いてください。ポチャッコかわいいよね。ポチャッコいけてるって感じる。ウケる。ありがとう。これはいけてるな。何それ買ってない欲しい。買ってくれてもいいんだよ。イサポちゃんありがとう。じゃあ今度渡すね、何かしらで。次ひろたん、ありがとう。え、わかる、その見ただけでリスってわかるのはもう素晴らしいことなんよ。え、書いてないよ。だって想像で書いてる全部。次、井出さん2枚ありがとう。ありがとう。こちらこそ。クワタペンギンさんありがとう。次ジュウさんありがとう。ありがとう。既婚者なのでねえ、既
婚者やん。そう、さっきふ私のこと振ってきた一人、ジュンさん既婚者だからなって言われた。ありがとう。あ、ムシェボーイさんありがとう、ありがとう。次、かなかなさんありがとう。ありがとう。虫歯さんありがとう。こちらこそありがとう。私マジで髪巻くのめっちゃ下手やな。次、カニカマさんありがとう。俺さっきカニカマさんにめっちゃメンヘラしてきた。ありがとう。カニカマさん、あー、またどっか行ってるなこの人。またどっか、ああ、前のことなんて、どうでもいいんだって、ずっとさ。むしばいさん、ありがとう、こちらこそ。ああ。カニカマさん、ああ。もしいらない。カツオ、すごい。ありがとう。そう、どうせ、どうせ他のアイドルの方が、いいんだって。カツオチはちゃんとねいてくれるからね。違う、だってさっきのお話し会には来てたのに、ここのサイン会来れないってことはこの時間かぶってるってことよ、絶対誰かと。ありえなくない？イラストあるのでしょうか。5枚買ってくれた、ありがとう。カツオチ1,2,3,4,5。なかった。まあイラストはいいんですよ別に。イラストは別にね、当たりじゃないから。いや、当たりじゃないっていうかちょっとわかんないけど、そんなあれじゃないからね。ありがとう。さん。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。いつもいつも。いや、意外とね、意外と少ないよ。ありがとう、こちらこそ。まだナメクジが残った。確かに。次、アニさん、ありがとう。今回はイラストが当たりになった。なんでさ、イラストが当たりになるわけ。全然そんなことないんだけど。ありがとう。はい、ありがとう。
次、ケンマンさん3枚ありがとう。あるかな。じゃあ当たりってことにしよう。なかった。ありがとう。いやもう当たり、全部当たりやけん。でも今回は絶対あの何かしらは書いてある、あの裏に。だから見てみて。次、マクレガーさんありがとう。マクレガーさんありがとう。ケンマンさんありがとう。こちらこそありがとう。次、ヨシキさんありがとう。ありがとう。井出さんありがとう。たい焼き、なめくじが超大そうなん。ありがとう。じゃあ誰の元に行くか。次、高一さんありがとう。恐竜出ました。これもほぼなめくじみたいなもん。ありがとう。おいちさん、やばい、これ届いてどんな気持ちになる、ほんまに。次、こんちょありがとう。あれ、お、ハムスター、ハムスターありがとう。次のおはさかいくん待ってます、ありがとう。のぶさん間違えた。九州の九丸って書いてあるんだけど、パンダっぽい。嘘でしょ。のぶさんありがとう。次、おとうぴゃんありがとう。ありがとう。目の周りが黒いから、あ、あれは目の周りじゃなくて目です、全部。次、りんちゃん、あ、りんちゃんだ。わあ、りんちゃん自分もアイドルなのにさ、私のオタクしてくれてるんだよな。りんちゃん DD だからな。でもありがとう、りんちゃん。次、なおまささんありがとう。ありがとうございます。
次小型ペンギンさん10枚言ってたね、なんか前なんか言ってたね、前お詫びにありがとう、ほんまに買ってくれたの。確かになめくじ確率大だ。でも何かしらは入ってそう。え。あっち。え？マジで？なんで？まずさっきちょっと声は聞こえたけどね、なんか偉いって言われてた。なんかね、聞いたことある人の名前の時だけめっちゃ耳がジャンボになる。まあしょうがないよね。よくある、ないでしょ2枚、3枚、4枚、5枚。確かに推しの声がでかいのは結構ねあるね。6枚、7枚。え、まだ絵出てないよ。8 9 10。あ、ない。たくさんありがとう。こちらな、トランプできそうなぐらいいっぱいある。ありがとうございます。イエーイ。なかった、ごめん。じゃあまた今度じゃあまた今度。次、かつみさん、ありがとう。ありがとう。あ、いちごだ。いちご食べたい。ありがとう。またペンギンさん、ありがとう、たい焼き。次、もべさん、4枚、ありがとう。
じゃん。展開してです。めっちゃおもろい。じゃんじゃん。引き続きもうなんか絵じゃないんだって。絶対おかしいもん。これあれ、あのフラミンゴ、これあれって書いてある。フラミンゴ出てこんかった。ありがとう。4枚中2枚もありがとうございます。ガチやばい。この絵欲しい、ほんまに。みんなお、次ゆうさん、わー嬉しい。めっちゃ難しい感じ、感じっていうか、うん、ちょっと待って、フレームアウトしてくるね。もはや自分でも何書いてるか分からんけど、蚊に当たったよ。蚊にです。ありがとうゆうさん、やったね。次かっちゃん5枚、ありがとう。カニだって。カニなんじゃけど。じゃん、じゃん、はあ、クラゲ、イエーイ。当たり、いや当たりですよ全部。私イラストが当たりのつもりないから。イラストが当たりのつもりないんですよ。トホ、猫、すごくない？見たこの適当な。これはね、でももともと本当に当たりのつもりなくて、ありがとうございます。マジで当たりのつもりなくて、なんかでも何も書いてないのかわいそうだなって思って、まあ絵でも書いとくかって書いただけなんですよ。だからこんな適当なの。ちゃんとね、あの当たりっていうか、ちゃんとした当たりはね、あのちゃんとしてる。あの私が思う当たりはちゃんとしてます。だってほらこんなんとかあるし。私はね、イラストはね当たりのつもりじゃないんですよ、別に。で、小あたりがこういうの、一言ちゃんと、あたりは文章が書いてあります。
全部何かしらある。次2枚なほこちゃんありがとう、いでさんありがとう。まあみんなが何を当たりだと捉えるかにもよる。ありがとう。お、うさぎはって言ってる。ありがとう。いちごかタコ欲しかった。確かにタコだねアイコン。アイコンじゃなかったアバター。ヨッシーさんありがとう。なめくじまだ出てない、確かに。次、トラワニヒロさんありがとう。でも私は毎回毎回全部裏に何か書いてるわけじゃないですよ。ありがとう。独身ですだって今日だけね。次マナちゃんありがとう。ありがとう。次かゆちゃんありがとう。髪の毛染めてた今日。いつ染めたか知らんけど次トクリンありがとう。ありがとうございます。シャイありがとうクリン。あ、すごい、あ、いい、いい使い方してますね。あ、ゆうじさんありがとう。あ、スターマン、スターマン出てきた。めっちゃ適当。いや、なんか何も書いてないより書いてた方が嬉しいのかなと思って書いたイラストがまさかの大好評でした。ありがとうございます。めっちゃ適当やん。スターマンとか 何スターマンって感じ。次ユッシーさんありがとう。ほらハートマン適当すぎんか。ありがとう。結婚してありがとうユッシーさん。ザビアックさんありがとう。何これって書いてる自分で。花ありがとう。後半に固まってたのイラストが。結婚してありがとう。ワルサーさんありがとう。次中井さんありがとう。お腹減ってきた。ありがとう。あ、見てみちゅかわいいって書いてる。めっちゃかわいい。よそ見ダメ。じゃあなんで書くねんって感じですけど、ありがとうございます。みちゃわいさんありがとう。次デビットさんありがとう。さっきも来てくれたお話し会めっちゃ日本語上手。広島のおすすめの場所教えてって。だから宮島と尾道をおすすめした。あとお好み焼き食べたことないって。広島のお好み焼き
海外の方にさ、見て、タオシナメヘラコットぐらい好きっていう、なんかわけわからんメヘラ構文、これいいのかな、押し付けちゃってもいいか、ありがとう。おもろすぎる。チューチューさん、次。さあ、お話し会でさ、当たり当たったことないんだよねって言ってたの誰だっけ誰だっけとか言って、チューチューさん、今日全部当たりやけど、ありがとう。ライオン、ありがとう。チューチューさん、まあ確かになめくじじゃなくてよかった。カニカマさん来た。カニカマさん、カニカマさん、ヨッシーさんありがとう。ハート、初サイン、おお、ありがとうございます。さよならよ、見て懐かしいこと言うの。次、北連パシャランさん、ありがとう。ありがとう。あ、ゾウうまっとか別にうまくはないありがとう。カニカマさんが来た。次、タカさん、タカさん、うん、タカさん、うん、倉敷生まれの高さ、あまりにも近かった。やばい、鹿出た。鹿ですよ、鹿。なめくじありがとうございます。なんかあまりにも近い倉敷の好きになっちゃった。ありがとう。でもなんかみんなが一番これを求めてるらしいけん当たりだと思って、なんかよくわからんけど次、 THX さん、ありがとう。うわーって言ってる。来た、大当たり、ついに出た。いや、そんなみんなすごい、そんな、そんなに。次、TX さん、ありがとう。ありがとうございます。次、もうハッチ3枚、ありがとう。ありがとう。
3枚ありがとう、イエーイ。なめくじ、なめくじじゃないんですけど、次セミさんありがとう。ありがとう。リンゴ。ありがとう。ちょっと生自信が足りなくなっちゃった。予備ってありますか？何がいい？まだ呼ばれてない人。うーちゃまとうーふーさんと昔からおじいさん。なんか書いてあげるわ。特別。特別に何か。まうさん、ありがとう。カモシカって何？カモシカって何？フクロウでお願いします。フクロウハッピーハッピーハッピーフクロウ。フクロウ、え、私が想像する黒だから知らないよ。じゃあシカ、オッケー。サンリオ大社ですね。なんかここ数年のクロミちゃんの大躍進すごくない？シカおかわり来たんだけど、マジ？ハッピーハッピーフクロウシカ任せてほしい。いや、前派の生自身を超大捜索してるから、みんな持ってるたい焼き投げてください。孤独ではないこと、その僕が勝手に背中に出てたんだって。好きだ。お腹減ったよ。昔からおじいさんかわいい、ありがとう。朝顔さんありがとう。ケンマイサーボーちゃんもありがとう。呼吸することにしかないね、かりがいい心。自分のペースで。たい焼きどうぞ、ありがとう。ナコナブさんありがとう。あの鹿はしゃがんでる姿でいいんかな。え、立ってるんだけど。もうすげえ。え、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないです。カニカマさん、のぶさんありがとう。ヨッシーさんありがとう。ありがとう。なんでウサギはハッてしてるんですか？なんかハッてしてそうな顔だったから。ありがとう。
ネックレスは靴もウェディングネッツ、え、私が今履いてる靴いや写真はちゃんとしてるから。あったありがとうございます、ありがとうございます、ありました、すいません、焦りました、はいはい、書きます、だからちょっと待ってね、押してる、ごめんなさい、急ぎ、うさぎ、うあった、大捜索してくれた、優しい、じゃあ行きますね、うおちゃまから、ハッピーね、ハッピーね、上手に書けないんだよな、別に、なんかすごい痩せこけたハッピーみたいになっちゃったありがとう許して次、ウーフエさんありがとう、フクロウね、フクロウってなんだ、木にさ、乗ってるよね、袋やばい、あ、耳ある、あ、耳ある、なんだこれ、まあいいや、ありがとう、うめっさありがとう、まあいいんですよ、私が思う袋だからね、で、昔からおじいさんラストは鹿ということで、鹿もう鹿どうやって書いたか忘れたんだけど、あ、鹿ってさ、尻尾長かったっけ、さっき短く書いたよね、前さん、またなんかあのお名前間違えて書いちゃったりとかしてて、あのやり直しってやつがあったら、さっき見せたのと違うのが届くこともありますが、間違えてなければそのまま届きます、ありがとうございました、よいしょ、ではなめくじじゃないんだけど、13位ティータンありがとう、12位のぶさんありがとう、11位かつおち素敵やねって。ありがとう。出た。じ、たかゆさんありがとう。き、ビッグエブさんありがとう。なえはちももさん。ありがとう。
7位、モンハンチ。公園の夜の夜行バスが車両故障して仕事遅刻して上司に怒られたんだけど、お前は悪くないですね。退職するのって。おもろすぎるんだけど、人生波乱万丈やね。6位、ワルサーさん、ありがとう。5位、ひさし、ありがとう。4位、小型ペンギンさん、ありがとう。3位、ヨッシーさん、結婚して娘の名前もマイハにして、アイドル、森下マイハ、永遠残そう。やばすぎ。クレイジー。2位、マスタル、ありがとう。第1位、イデさん、絶賛お仕事中。かっこお仕事ではありません。のため、全然参加できなくてごめんなさい。大阪行きたいな、生祭りだって。待ってます。お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあ、また、夜やるかな。お待ちしてます。おやすみなさい。間違えた。バイバイ。サイン会でした。バイバイ。